疲れた。うわあ。疲れた。解放された。おお、胸がいっぱいだった。もうずっと怖かったんで、正直。本当に良かったです。嬉しいっていうのは今回あんまなかったですね。もうほっとしたっていうのが一番大きかったですね。初めてなんですよね、こうマスとかで、でこう手合わせた人で、この人すげえって思ったのが堀口さんだけなんですよね。うん、やっぱり堀口くんのその圧力に、圧力というかそのこう偉大さというか、もう そこに押されてたような気がしますね。そんだけやっぱり彼が、ね、あの森口君を尊敬しているという、やっぱりそういう偉大な選手だと思っているんです。盛り上げようと思って。ありがとうございます。本当ありがとうね。いやうん、これからちょっともうね、はい、一緒に盛り上げて、はい、うん、ね、ジャンルちょっと違うけど、はい、でもやってること一緒だと思うから。そうです ね、うん、盛り上げていきましょう。写真一応もらってぜひ、はい、素敵。自分は、まあ、まあ高校デビューした当初から、まあ、格闘技界変えるって言ってましたし、こういうことをしていかないと、うん、まあ、この先の未来はないかなってずっと思ってたんで、ここでちょっと道が開けたっていう感じですよね。